全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはイヤリングが5点です。今回こちらご紹介のイヤリングはドイツビーズを使って作られています。まずはこちらの3点からご紹介していきますが、デザインは大ぶりな半円のモチーフ、こちらがドイツビーズなんですけど、耳たぶのところにピタッときます。そしてパールビーズが揺れるデザインです。こちら83番、ミルキー系のパープル、そしてパールビーズが揺れます。横から撮影しますが、他の2点もこのような感じです。モチーフが金具のこの U の字の部分から揺れて、そして後ろは貼り付けです。84番です。ちょっとお色が分かりにくいですが、こちら群青色と言ったら分かりやすいかなと思います。濃いめの青です。そしてマーブル模様が入ってます。同じようにパールビーズが揺れます。85番です。こちらもマーブル模様が入っています。落ち着いたピンク系のお色です。不思議な色です。茶色とかパープルとかピンクが混じったようなお色です。ネットの方で色を見てみたんですけど、ラクダ色というお色に結構近かったです。そしてパールビーズ、3点ともネジバネ式の金具です。こちらの2点もドイツビーズです。81番、角の部分がつるんとした感じですが、カットが入ったようなドイツビーズ、そして雫型のパールビーズです。お色ですがこちら茶系です。82番、ブルー系のお色です。横から撮影します。ネジバネ式の金具です。デザインが大ぶりなものも素材が軽いので、つけた時とても軽いイヤリングです。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またノロペコでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はひらがなでノロペコで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。